おはようございます。のりまるです。今日は2019年5月の22日水曜日ですね。今時刻は6時53分です。今日も朝のチャートから行ってみようと思います。よろしくお願いします。これドル円の1時間足ですね。今週が始まったのが、ここ5月の20日。この手応えですね。110円近辺の攻防、110.05というところがね、戻り高値。先々週ぐらいかな、まあ、レンジを作ってきたところ、もうその戻り高値ですよね。で、その近辺で値がスタートして、ここどうなるのかなってところを見ていたわけですけども、ここ、まあ、週明けの動きで、ね、こうずっと更新してきたっていうところですね。更新してきたんですけども、その次の目標ですよね。これ、日足4時間足レベルの次の目標、4時間足レベルで見るとこういうところですよね。これを超えてくるかどうかっていうところがね、次の流れ、この4時間の切り下げ、日足の切り下げを抜けてくるっていうところで、ちょうどね、注目が集まっていたっていうところですけども、その後、この押し目が入った後に、この4時間の切り上げですよね。これに乗って、こうずっと押し目が入っていったっていうのがね、昨日の流れになってます。で、昨日の自分のトレードは、下から1回買っていったっていうところと、いや違うな。高い位置から1回売っていったところですね。この110.3っていうところが、一旦の目標だったっていうところで、この辺ですね。1回売っていったっていうところですね。で、この昨日の流れでね、こういった流れで、この4時間の切り上げに乗った位置で、110円近辺で、もう締め買いが入るような流れがあれば、買っていこうかなってところを見ていたってところですね。で、指値を確か110.05に置いていたんですけど、ちょうどこれね、指値かからず、損切りされて終わったっていうところです。110.065かな、あと 0.1 ピプスぐらい、1ピプスかな、足らなかったってところですね。で、結局損切りされたんですけども、この、もう締め買い、この切り下げを抜けていったってところと、直近高値をこう抜けていったっていうところで、ここでね、飛ぶような形で、1回エントリーをしてみました。で、現状で、ね、高い位置110.677、この直近高値を抜けていったっていうところで、次の目標ですよね。この抵抗体を抜けていったので、もうすぐこの辺り、まだ埋める位置だったりとか、こういった位置まで値を上げてくる可能性は高いのかなと、勢いが出てくる場面ですよね。で、下がってきたとしても、この、緑のライン、こんなイメージをしてきたわけですけども、もう押し目が入って、再度ね、この111円近辺の動きが、想定できるような流れにはなってきたのかなと。この強い手応えを、抜けていったっていうところで、一旦のその買い場っていうところが、色濃くなってきたのかなっていうのがね、このチャットを見て、得られる情報ですよね。で、その後は、やはりね、ここで大きく売られてきた流れからの、戻り売りが入りやすい場面ではあるので、再度ね、こういった位置から戻り売り、この陰線の先だったり、111.6円ぐらいですかね、上がりきったとしても、そのあたりっていうところから、売るチャンスをかかっていきたいなっていうところではありますけれども、今週、この4時間足で、トレンドを、高値切り上げてきたっていうところで、再度ね、下がってきたら買うチャンスをかかっていきたいなといったところで、今日の日中もね、チャート見ていこうかなというふうに思います。現状、じわじわじわと下がってきていて、短期足レベルで、もう締めを作ってきている展開ですよね。なんで、この短期の切り下げ、どうなるか、わからないですけども この短期の切り下げが、ブレイクしてくるような位置があればね、そこから再度、もう締め買いを狙って、今度は直近高値をね、再度更新するような流れを、伺っていければいいかなというふうに思っています。目安としては 110.5 円だったり、半値、ですね、今ちょうど動いている位置、この辺りっていうのが、一つの目安にはなってくると思うので、こういったところで、狙っていきたいというところと、下がってきたとしても、日足の抵抗体抜けていったこの 110.3 円近辺ですね、こういったところから再度ね、その押し目買いを伺っていきたいというところだと思います。はい。で、もう一つ、これユーロドルですね。はい。日足レベルでずっとね、戻り売りが入ってきているっていうチャートではあるんですけども、昨日の夜ね、大きい動きがあったんですよね。ここかな、ドンと4時間足レベルで一旦ここですね、事業仕様、この意識されていた高値、抵抗体、この1.117か、1.11だったり、この切り下げにタッチするような動きから、一旦この、強く売られてきたと。
で、こういったまあ乱高下している状況っていうところを見ると、やっぱりこの辺りがね、まあ、底として、まあ、見てる人っていうのが、まあ、増えてきたっていうチャートが、まあ、テクニカル的に見えてくるっていうところですよね。で、まあ、例えばこういう上下の動きをしたときに、直近安値を超えていけないっていう流れになってくると、十分反転の力に、まあ、なり得る場面にはなってくると思うので、そういったところを、まあ、見据えていきたいっていうところ。ただね、日足レベルでこれだけ強く売られてきてるっていうところを見ると、この高値、まあ、1.117、1.13と今の底、1.11、まあ、この辺りのまあレンジを作ってくる可能性っていうのが、まあ、一つ想定できるのかなっていうところですね。なので、まあ、例えば4時間のトレンド転換でぐん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 上昇していくっていうよりも、いったのは次の目標ですね。ここを抜けていくとすると、まあ、この以前作ってきた天井圏ネックライン、1.12かな、1.12、まあ、そのあたり前の、まあ、40ピップスぐらいを、まあ、狙うようなね、この一旦のこの切り下げを抜けたとして、このあたり前の、まあ、値幅を、まあ、狙うような、ね、流れがあれば狙っていきたいなというふうには思ってます。はい。で、もう一つ、ポンドドルですね。こちらも同様ですね。こちら、日足、週足レベルの目標。はい、この底、1.2666かな。こう下髭つけてグンといったあたりとか、ここでまあ安値を作った位置とか、このあたりもね、まあ、週足レベルの、日足レベルの、ね、抵抗体があるっていうところで、ここで、日足レベルの戻り売りが入って、大きくトレンド転換、ドーンと、ね、下がっていったチャートなんですけども、まあ、一旦そこをつけるような位置には差し掛かってきてるのかなと。で、ユーロドル同様に、ズドンとね、昨日強い陽線が立って、再度売りを押さえて、この売りが今の安値1.268、このあたりを下抜けてこれないと、このあたりでまあレンジ化する、ここからまあ反転する可能性が、まあ、出てきたっていうところですね。で、値幅的には、同じく40ピップスぐらいですかね、まあ、そのぐらいの範囲を見ていけそうな、まあ、その流れにはなりそうなので、まあ、ひとまずここの、まあ、底、まあ、この辺りですね、をまあ更新するかどうか、ここでまあ更新しないとなると、ここからの反転はまあ十分疑っていきそうな場面にはなってくると思うので、まあ、そこをまあ狙える展開があれば狙っていきたいなといったところですね。で、それに付随して、まあ、ドル円が上昇したり、まあ、ポンドルが上昇したりっていうところを見たときに、これ、ポンド円ですね。こちらも同様に、ズドーンとね、まあ、日足レベルで戻り売りが入ってきたチャートなんですけれども、ここ、139.5円かな。まあ、一つの抵抗体が、まあ、見える場面であって、まあ、ポンドル同様ね、大きく下がってきてはいたんですけども、この辺りで、まあ、一旦、まあ、止まりそうな場面にもいると。で、そこをね、昨日の値動きで、こういった切り下げと切り上げを見て、まあ、買うチャンスがあれば見ていきたいなっていうところを伺っていたわけですけども、まあ、ポンドル同様ね、ドーンといって、ドーンと下がってきて、このまあ強い売りが直近安値を超えていけないような流れになると、まあ、一旦の、まあ、買い場っていうのがね、やってくる可能性がある、狙える場面が出てきそうな流れなので、今ちょうどね、この強い陽線に対しての、まあ、60.8%付近、この戻り高値、この抜けてった高値近辺ですよね。これが140.2円かな。まあ、この辺りのライン。これも、まあ、かなり意識されている部分だとは思うので、こういったところに注目してね、まあ、判定する流れがあれば十分狙っていけるかなってところですね。で、こちらも同様なんですけど、ユーロ円ですね。はい。もう4時間の切り下げっていうところ、この切り上げっていうところ、で、そこでこのレンジを作ってきたっていう流れ。これから一旦この戻り高値を超えていったってところですね。レジスタンスを超えていった。これが123円かな。で、現状超えていった位置からもう押し目が入ってきている状況なので、こちらも同様にね、この押し目を、まあ、下がってきた状況から、こういったね、流れがあれば、こういった切り上げの流れでね、申し目が狙っていきたいなといったところですね。まあ、4時間の流れが、まあ、一旦ね、方向性を出してきたっていうチャートが、まあ、多々あるので、まあ、狙いどころも多いのかなと
ういったところで今日の日中ね、当たりをつけていきたいなというふうに思います。おおむね上昇傾向、まあ、買いの方向に見ていけそうな場面はあるので、まあ、週末に向けてね、まあ、下がってきたら、まあ、買っていこうかなと、こういったところで、今日の日中チャートを見ていこうかなというふうに思ってます。はい、それでね、今日のチャートコンテンツは以上です。今日も一日張り切っていきましょう。